バレです。ヒロマサです。バウです。カメです。気をつけ。気をつけ。うえ。おい。お願いします。お願いします。お願いします。今日はね、渋谷に来てるんですよ。いや渋谷感は全くないけどね。うん。なるべく人が少ないところが僕が良かったんで、一人もいないところに来たんですけど、本日はね、はい、こちらですよ。YouTube QR コードを貼ってチャンネル登録お願いしますの。これ作ってくれたんですよ。はいはいはい。これちなみに僕今ねマネージャーがね、はい、カメちゃんがやってくれてるんですけど、はい、じゃないもう一人いるんですよね。えマネージャー二人ついてるの？A さん。A さんにお願いって言ったら作ってくれて、こう QR をね、かざすだけで登録ができるんです。マジで画面に出るんですよ。マジですごい。これをね今日2枚用意したので、はい、チャンネル登録者を増やそうと。あらら、古典的だね、ズームと。はい、やっぱり YouTube といえば自分たちで外に出て知ってもらう、はい、初心に帰ってね、こうやってみんなに宣伝していこうということで、はい、今日は渋谷 VS 巣鴨で巣鴨はい、チャンネル登録者を増やそうと。じゃあ増やす気ある？あるあるある。やっぱり年齢問わずね見てもらいたいからこそ、うん、渋谷と巣鴨22で分かる、うん、行こうと思います。はい、ぐっとパーで分かりましょう。おーおし、一発決まりや。よし、俺とこれで渋谷行ったらもう400人ぐらい行ける。2万もう駅にいる全員。スイカやるときにこれ登録ということで、じゃあ代表者バウとヒルマさん、じゃんけんしてもらって。最初はグー、じゃんけんぽい。まあ、どっち選ぶ？やっぱり、まあ、バーンって増やしたいわけ。うん、な俺ら的にも。うん、素顔で。よっしゃ。じゃあこう。待って、お前もよっしゃって喜ぶよ。巣鴨だよ。巣鴨だよ。僕たちは巣鴨に行って登録者を増やす、そして亀ひろまさ組は渋谷で登録者を増やすということで、はい、お互い50-50で100人今日は達成したいと思います。多分俺ら2やから98さん。1人50なるやん俺ら。マジ勉強できるやん。すごいじゃん。算数は得意やから。得意そうな髪型してるもん。おい、なんやそれ。ということで、はい、今から二手に分かれてチャンネル登録者を増やしに行きたいと思います。 Let's go。 はい、ということで見てください、巣鴨の巣鴨地蔵通り商店街に来ました。はい、予想通りと言っちゃあれなんですけど、はい、まあ年齢層は高めな感じなんですけど、これをね持ってるんで、はい、登録者を増やしてはい行きたいと思います。はい、ということで、まあ散歩がてら行こうぜ。はい、ということで巣鴨歩いてるんですけど、高校生らしき方は全くいません、ね、そうですね、今見えてる人全員年齢層高め。どうしよう。これはやべえ。待て、どうやって増やそう。でももう話しかけるしかないよ。やっぱいい街だね。お、これにしよう。え、オブラーメン一つください。何買ったんですか？これなんていうの、大判焼き。大判焼き、食レポもお願いします。あほ。わ、うまっ。これが本音、うまい。いや、そろそろ登録者増やしてみるか。やっとか。よっしゃ、行こう。頑張ろう。それでは、渋谷組、はい、カメとヒロマサチーム、はい、初コンビ、はい。なかなか2人でも飲み行くことなくない。この3番の前からスタートします。僕らはそれじゃあ、行きたいと思います。よし、前回一人でやったんですよ、うん、原宿で、ね、原宿で。でその時、うん、まあ、いろんな層に声をかけさせてもらって、うん、一番反応が良かったのが、まあ、JK、いわゆる女子高生なんです、うん、109の前ぐらいでいる JK をナンパしていきたいと思います。おおい、ナンパ企画じゃないよ。あ、違う違う。はい、すみません。109着きました。はい、ではじゃあここでち
見事に一発目撃沈です。これはね、それに負けるとちょっと声止めていきましょうか。じゃあ次僕でいいですか。いいよ。あのちょっと信号待ちの JK 行くわ。一人記念です。これやっぱり俺思ったんやけど、やっぱ JK の方がいける感じ。いけるでしょな。スマホ僕ら絶対いいぞ。チャンネル登録を増やすためやってるんですけど、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいやん。3人出てきた。お前すごいやん。増えてるぞ、お前。今 5?4?4?4 か。そうやな。この流れでいこうか。ありがとう。ありがとうございます。ではまた。ありがとうございます。バイバイ。ここで今、2人増えたんで、こっからは、本気で増やすべく、場所をね、うん、ちょっとあの子たちに近づいて、うん、原宿で行きますか。はい、というわけで渋谷でちょっと声かけて原宿集合ということで、まあ、原宿に向かっております。はい。やっぱ声かけるってめっちゃ難しくない。ごめんなさい。パリーン。いや、ほんまガラスのハートがすぐこの後にこう、すいません、もうほぼ泣けなしのつもりで、お願いしますって言ったら、はい、ですよ、ありがとう。いや、ちょっとあのなんか壊されたハートをちょっと優しくされる感じがちょっと好きになりそうとか。そういうことやな、人の心理ってな。マジでイエーイ。原宿着きました。はい、竹下通りですね。はい、ここで今からね、渋谷組には内緒なんですけど、YouTube 宣伝して登録者を増やしていこうと思いますんで、はい、行きましょう。レッツゴー。なんとかバスポットがあるんですよ。あ、今日調子悪いのかもしれない。YouTube 見たりしますよね。しますよね。それ、ありがとう。じゃあ今からもう一個スペシャルな場所に君を連れて行きたいと思います。あら、なんかの歌詞でありそうやな。兄さん、どんどん離れてますけど。大丈夫、大丈夫。兄さん、いや、原宿竹下通りで、エレベーター乗ることないんすよ。いや、大丈夫、大丈夫。一回カメラ。やばい。3年 C 組矢島真奈さん。あ、それどういう意味なの？ G っていう。普通に俺の高校の時3年 C 組だったから。おお。組はゼロ。あ、なるほどね。そう。高校の時っていう意味だね。高校の時みたいにいろんなことに挑戦しようって感じ。いいじゃん。いいじゃん。ちゃんとあるじゃん。お、さっき巣鴨行ってきて、巣鴨のおじいちゃんおばあちゃんに登録させて、すげえ。今原宿に来た。すごいね。でもう2組が渋谷いる。まあおじちゃんおばあちゃんは登録してくれてないんですけどね。うん、ちょっとね。嘘をつきました。すごいって言われちゃいました。あれ？あれ？あれ？あ、あの有名な？有名人な？有名人。うん。え？あれ？あれ？有名人の。矢島真奈くん、ありがとう。しかも矢島真奈、あ、真奈だけじゃなくて、あの3年 G 組の真奈の YouTube チームみんな来てくれました。登録してるよって人は。はい。まあ、偉い。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ。真奈も来てよ。いいよ、カモン、カモン。カモンズ、カモンズ。カモンズって。今何人なの？今ね、ちょうど650人達成したところで、あ、ちょっと待っててね。さっき登録したよって人。もうしてるよって人。あ、したら、登録してないの。1,2,3,4,5,6,7。ちょうど20万人。ちょうどは600
270になる。音響さんも2人いるんで。あ、そうだそうだ、音響さんですか。音響さん、すいません、矢島マネーの3年 G 組登録してくれますか。ナイス。いやでもやっぱりリズムめっちゃかっこいいっすね。マジで、アリレザが最後後ろに投げ飛ばされてた。お邪魔しました、皆さん。いやこの後も見ててくれるんですか。はい、出ないの。え、出ないの。ライブに俺が出る。あれやるね。レッツゴーレッツプレイ。俺やる。俺あれ好きですよ、リズムの。やっぱ一番俺が好きなのは、あの地元のちょっと汚いけどうまいメシア。リハーサルしたみたいになった。次の曲メシア。次がメシアだね。うん、ちょうど。じゃあ行っちゃおうか。できるとこまで行っちゃおうか。できるところ。じゃあまだやさ、一番最初俺ここで、で、で、かってやるんだけど、何回か。ちょっとそれやる。わかった。行っちゃう？本当にちゃう？聞いてください。地元の結構美味しいメシア。Here comes a man's shot. How's your mind about a time? Get like crazy. Fear on top, guys. Back on the front. もっと turn it up. Empty lamp.溶けてんじゃねえ。 Put your Let me see your hands up. 夜を楽しめ。最後めっちゃついた。めっちゃついた。ありがとう。すごい。ありがとう。登録してくれたもしかして。本当にありがとう。もう帰るんですか。マネア、今何人になった。今ね、649。うわあ。あと一人。うん。あれ？どうした？全員チェックする今から。やってねえ。やってない人やん。がやってない人ね。あ、これでぴったしじゃない？最後ゴール。ありがとうございます。バイバイ。はい、ということで本日ね、渋谷巣鴨に分かれてチャンネル登録者を増やそうという企画だったんですけれども、まあ亀ちゃんのところからすると初めてこうね、初めましての全く見知らぬ人に声をかけて登録をね、してもらうっていうのどうだった。やっぱなんていうの、普通に話しかけただけではダメだなっていう感じて、やっぱそういう経験がないんで、うん、すごいやっぱメンタルブレイクされました。あしょげてます、実は。あ、経験値が違うからね。やっぱ全然違うなと思って、まあ、広政もそうやけど一緒にやったんやけど、うん、なんか何て言うの、俺が話しかけるだけではちょっとダメで、広政のその本気でこいつを飛んでんの。何こいつ、カメちょっと声ちっちゃいわ。今日結構落ち込んでます。もっといけるなと思ったんだ。自分の中ではもっといけるかなと思った。まあまあそうだよね、今日パンクロッカーだった。怪しいものだと思ったから。そう、それがほんまにちょっとショックで、やっぱもっと勉強していかないかなと思って YouTube だとして、それはマジで思いました。真面目。感想がコメントが真面目だよ。反省文だから。まあ俺はまあバウター歩いてて、普通にも旅行。そうやな。巣鴨旅行して、あの楽しんで、うん、でも登録者も増やしてね。うん、原宿にこそっと移動してきたんだけど、ライブも見た。巣鴨で遊んでライブ見て。登録者増やして、休日最高やな。最高ですよ。あとお酒飲むんだっけ。あとお酒飲んでゆっくりお風呂入るだけだから。、うん、こうやってね、あのやるんだなってのをちょっと勉強してもらってね、勉強させてもらいます。そう、2人にももうちょっと頑張ってほしい。はい、結局どれぐらい増えたんやっけ。結局、今日トータルで50人ぐらい、うん、増えました。
目標よりは少し下だったけども、うん、時間も時間ということで、うん、今日はここら辺で終わりたいなと思います、はい。ね、まだチャンネル登録してないよって方とか、逆にこの、回、私この時に声かけてもらって登録しましたって方とかいたらね、うん、ぜひね、友達とかにね、宣伝してもらって、皆さん応援よろしくお願いします。ということで、高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイスコー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 いや、バイクや。いやー。そこ来んな、こっちまで。